中島茂弘は日本の技術者、実業家、富士フィルムホールディングス代表取締役社長や日本科学工業協会副会長を務めた、広島県呉市出身、父は元大日本帝国海軍の技術者、商工学院高等学校を経て、1971年に東京工業大学理学部科学科卒業後、 同大学大学院理工学研究科科学専攻修士課程で光科学スモックの研究に従事。博士課程進学も考えたが進学希望者が多かったため、1973年に大学院修了後は先輩の勧めで富士写真フィルムに入社した。入社後は企業の研究は自由度が低いと考えて工場勤務を志望し、 足柄工場技術科に配属され薬剤設計を担当。1979年係長に昇格。犬遺材研究などに携わった後、足柄工場第三製造部長等を経て、2004年、執行役員兼オランダの富士フォトフィルム BV 社長に昇格。富士フィルムヨーロッパ社長を経て、2010年富士、フィルムホールディングス取締役兼富士フィルム。 取締役常務執行役員新広告事業戦略室長に昇格2011年富士フィルムホールディングス代表取締役専務兼富士フィルム代表取締役専務2012年から技術系としては太平洋戦争中に代表取締役社長を務めた春木坂以来二人目となる富士フィルムホールディングス代表取締役社長兼 COO を務め、生産技術部門を担当したが、健康上の理由から2016年、代表取締役副会長に退いた。日本科学工業協会副会長なども務めた。ありがとうございます。